皆さんこんにちは。今回紹介するのは帝海ナンバーワン選手との呼び声も高い峰竜太選手です。ボートレースを語る上で峰竜太選手は必ずというほど名前が上がる選手ですね。そんな峰竜太選手のこれまでの経歴に迫ってみたいと思います。峰竜太選手は1985年3月30日生まれ、現在38歳です。登録番号4320、95期で佐賀県出身の佐賀支部に所属する。現在 A1 級のボートレーサーです。趣味はサーフィン、ゲームです。師匠は松尾孝明元選手、弟子には山田浩二選手、上野慎之介選手、高田明選手、安河内翔選手、貞松勇樹選手がいます。唐津競艇場が生活圏内にある場所で生まれ育った峰竜太選手、高校時代はヨット部に所属し、インターハイ、国体、世界選手権に出場した経験があります。高校卒業後に大和競艇学校に95期生として入学しました。95期といえば山田哲也選手、岡村仁志選手、山口雄太選手などが同期にいます。この4人と共に峰竜太選手も含め95期四天王と呼ばれていました。ちなみに95期の養成所チャンプは四天王の一人、岡村仁志選手でした。大和競艇学校を卒業後、2004年11月10日に地元唐津競艇場の1レース目に初出走しました。デビュー戦は2着と素晴らしい結果を残しました。デビュー戦から22走目の12月30日福岡競艇場の1レース目で6コースからまくって初勝利を飾りました。デビューから約1年後の2005年4月17日下関競艇場で開催されたグラチャンカウントダウンシリーズ第2戦で初優出をし、結果は4着でした。同年11月6日地元唐津競艇場で開催された旧スポ杯争奪唐津くんち特選で念願の初優勝を飾りました。翌年2006年には最優秀新人選手として表彰され、着々とスター選手へと駆け上がっていきました。2007年には22歳という若さで G1 と SG に初出場しました。2009年1月芦屋競艇場で行われた第55回九州地区選手権で G1 初優勝をし、2011年5月尼崎競艇場で行われた第38回笹川賞で SG 初優出をしましたが、結果は5着となりました。そこから合計11回 SG で優出することはできますが、優勝することができませんでしたが、ついに2017年7月17日丸亀競艇場で行われた第22回オーシャンカップで1コースから逃げ切り、念願の SG 初優勝を果たしました。勢いそのままに2017年12月住之江競艇場での第32回賞金王決定戦で賞金王初優出で3着と好成績を残しました。この年峰竜太選手は2017年度日本プロスポーツ大賞功労賞を受賞しました。2018年12月住之江競艇場で開催された第33回賞金王決定戦の優勝戦1コースからきっちり逃げを決めて2度目の SG 優勝をしました。2018年は獲得賞金が2億円を超え、2位と約1億円の差をつけて自身初の賞金王となりました。2019年には史上2人目となるゴールデンレーサー賞を受賞しました。2015年から2019年まで5年連続で最高勝率選手になるという驚異の記録も作り上げています。2019年にはアパレルブランドワンを立ち上げ、2020年には公式オンラインサロンも発足し、ボートレース界以外の場面でも活躍の場を増やしていきました。2020年には鳴門競艇場で開催された第25回オーシャンカップと平和島競艇場で開催された第35回賞金王決定戦を優勝して4回目の SG 優勝を果たしました。賞金王決定戦優勝後、獲得賞金で自宅の隣に別宅兼ゲストハウスを購入したことも話題になりましたね。さらに同年テレビ番組の相席食堂ね、ボートレース好きである千鳥の大悟さんが言った4角の峰は峰なんよ
のフレーズが当時話題になりました。さらに2021年7月27日放送分で唐津市を紹介する旅人としてバラエティ番組に出演をしています峰竜太選手は、あのフレーズのせいでみんなに警戒されるので逆に4角で勝てなくなってきたと冗談を交えて語っていました。ボートレース界以外でも活躍する中、2021年12月住之江競艇場で開催された第36回賞金王決定戦で1号艇で迎えた優勝戦。誰もが峰竜太選手の優勝だと思うほど気力調子ともに仕上がりは良かったのですが、まさかの一周一マークで4号艇の瓜生正義選手の付け前を浴び、ターンマークに激突して転覆してしまいました。峰竜太選手の転覆で2号艇の丸野和樹選手、3号艇の平本雅之選手、6号艇の毒島誠選手も巻き込まれてしまい、4艇が転覆する事故になりました。この事故で峰竜太選手は妨害失格となりました。この4艇が失格になったこのレースは、船券の3連単、3連覆が不成立となり、12レースの総売上42億7752万6800円のうち、約 96.2% に当たる41億1426万3700円が返還されるという、競艇界過去最高の返還額を記録したレースになりました。それだけ峰竜太選手に期待がかかっていたのが、伺えるレースですね。この時を振り返り、峰竜太選手は、昨年のグランプリの転覆の時には思いましたね。やめろということなのかなって、とインタビューで引退を考えていたことを明かしました。さらに追い打ちをかけるように、その翌年の2022年2月25日峰竜太選手が主催したインターネット上でのゲーム大会で予想屋とネット上での接触をしたことにより4ヶ月間の出場停止処分となりました。理由は、本来ボートレースの現役選手は予想屋や飲み屋などと交流は避けなければならないのですが、峰竜太選手自身の理解不足によりボートレースの信頼を失墜させようとしたものとして、日本モーターボート競争会は法相懲戒審議会を行い、今回のような処分になりました。この出場停止処分により出走回数不足となり B1 級に落ちた峰竜太選手でしたが、翌期には昇格条件を満たしすぐに A1 級に復帰しています。この処分により SG は2023年8月までの約1年3ヶ月間出場ができなくなりました。2022年6月30日に出場停止処分が終わり、唐津の一般戦で復帰しました。復帰1節目からあっさり優勝してボートレースファンに実力を証明してくれました。2022年は終わってみれば復帰から13節出場し11回も優出するという驚異的な結果を残しました。2023年は年末年始の年またぎ地元レースを優勝し好スタートを切った峰竜太選手は、1月20日に若松競艇場で G1 復帰をすると惜しくも準優先敗退となりました。そして記憶に新しい2023年4月9日から津競艇で開催された開設71周年記念ツッキー王座決定戦で高田光選手とのデッドヒートの末に復帰後初の G1 優勝を果たしました。さらに6月1日に蒲郡協定で開催されたオールジャパン竹島特別解説68周年記念競争でも優勝戦まで進み、4号艇ながらも優勝すれば史上34人目の24乗制覇となるレースで、本番まさかの5コースに入り会場はどよめきました。結果は残念ながら5着でしたが、ボートレースの面白さ、峰竜太選手への期待の高さを再確認させてくれるレースでしたね。これから先も峰竜太選手のボートレーサー人生は長く続きますが、引退まで定界ナンバーワンを突き進んでもらいたいですね。今後も峰竜太選手の活躍が楽しみです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。